商業用不動産の売買、賃貸を行い、ヨーロッパ大陸14カ国のショッピングセンターに投資している。ユーロネクストパリ上場企業。1990年11月、不動産会社のロカベールエモビリエから分離する形で設立された。1998年9月、イタリアブレシアのショッピングセンターを買収し、フランス国外に進出、2000年7月、 カルフールと契約を結びヨーロッパの160以上のショッピングモールを取得2004年7月から2005年7月にかけてハンガリー・ポーランド・チェコでのショッピングセンターの買収を続け2008年10月オランダの投資ファンドオーブ・プペンショーネファンドからノルウェーに本拠を置く北欧最大の不動産投資会社ステイン &STRMASA を買収試会社とした 2015年3月、オランダの不動産投資会社コリオを買収し、合併した。クレピエールの不動産投資は、ショッピングセンターが95%以上を占めている。1998年12月に、パリバがクレピエールの株式を取得して以来、BNP パリバが、筆頭株主の地位にあったが、2012年3月、アメリカのサイモンプロパティグループが28%の、 株式を取得し、以降は、同社がくれピエールの筆頭株主となっている。ドレスデンのショッピングセンター、セントラムゴルリードレスデン。ありがとうございます。